長野日本大学中学高等学校は学校法人長野日本大学学園が経営する長野県長野市東和田にある私立中学校高等学校略称は長野日大もしくは日大旧称は長野中央高等学校中高一貫教育を行っている日本大学の準付属校であり同大学への特別推薦入試制度がある 全日政府通貨特進コース進学コース、中高一貫コースまた高校3年生を除き年間3回定期講座が実施される。高校3年生は年間2回実施される。現在以下の29クラブが活動している。運動部を中心にクラブ活動が盛ん。野球部は春夏ともに甲子園出場経験あり、男子バレーボール部は 春高バレーへの出場実,実績がある。また、陸上競技部や水泳部、剣道部はインターハイに数多く出場している。野球部第80回選抜高等学校野球大会出場、ベスト8に進出。第91回全国高等学校野球選手権大会出場、ベスト16に進出。2019年7月23日に同行である。 長野日大校女子バレーボール部の男性顧問が校内で部活の練習中に女子部員3人に体罰を加えていたことが判明した。学校側によると7月11日、男性顧問が練習中に女子部員3人それぞれの襟元を掴んで壁などに体を打ちつけたり、その際にその部員たちに対してバカ野郎、などと言い放ったという男性顧問は 死なぬ毎日新聞の取材に対し、求めているプレーができていなかったため、手を出してしまったと釈明した。男性顧問は、体罰の事実を認め、学校は3人の生徒と保護者に謝罪し、和解したと説明している。男性顧問は7月20日に顧問を退き、違反退職した。同校の長野日大中学校の教頭も務めていた。2019年10月上旬。 一年の男子生徒が長野市内の公園などで数回にわたって女性の体を触った強制わいせつの疑いで10月上旬警察から任意で事情を聞かれ先月までに書類送検された生徒は事件当時野球部に所属していて制服で犯行に及んでいた生徒は2019年10月末に実主退学している野球バレーボール ありがとうございます。